アンサンブルの土台になる楽器って何だろうどういうプレーをしようかなとかねどういうセッティングしようかなっていうところなんですけどそもそもドラムの役割って何だっっってててんだだけいいいうこれちょっと皆さん考えていただきたきいい前回の話でドラムがメンバーの中にいるかどうかっていうのでそのプレイスタイル変わるよっていうような話をしたと思うんだけれどもじゃあドラムがいなかったらドラムの役割もしなきゃいけないんじゃないかっていう当然そういう話になりますよ。 私はこう思いますっていううんこの辺じゃないかなみたいな今回ドラムいないんですよねドラムいないからこれがこうなるっていうかねおつぼねさんがこうおいとまを頂い,いたのであその分のこう仕事が回ってくるっていうかその分仕事が増えるっていう感じですはいいっぱいあるので重要なのからやっていった方がいいかなって思うんですが私のおすすめはまあビート発信、まあ、それから土台、まあ、上2つがね とにかく重要です下2つあるいはそれ以外の要素っていうのは結構その演出的な要素なので演出まで手を出すかどうかっていうのは、まあ、決めていただければと思う余裕があればっていう感じだし演出がそのビートの共有よりも大事な楽曲だったらそっちにこう注力するっていうような感じですかね。でえっと前回は楽器の抽出どうしたかっていうと音の高さでだいたい低音中音高音みたいな感じで。で まあバランスよく取るといろんなことに対応できるよっていう見方だったんですけれども今回はその目的っていうかこういう見方で楽器をチョイスしていただけたらいいかなって思う、はい、自分のこれからマルチセットを組むっていう場合ねはい、えー、ビートの発信共有電波がしやすい楽器なんだろうっていうふうに考えてみるわけ、えー、歩く一歩だったり踊りの一歩だっていうのがまあビートなわけですよ一歩の共有ワン・ツー・スリー・フォーワン・ツー・スリー そう、これしやすい楽器どれかなっつってねうーんコンがしやすいかなーっていうのをちょっと考えてみてほしいのこのワンツースリーフォーねあカウベルとかめっちゃしやすいんじゃないかみたいな実はワンツーっていうかクリックっていうのがあるぐらいですからクリックってもうまさにビートを共有してるわけなんですけどで以下同文でダイナミックスの提示をしやすい、まあ、つまりその音量の上げ下げ あとはまあフィルインしやすい楽器これはその演奏の習熟度が高い楽器と言えるかもしれないですねいろいろフレーズが出てくる楽器の方がフィルインしやすいと思うんですよねで最後なんですけどこれっすよこれこの質問難しくないアンサンサブルの土台になりやすい楽器って何みたいな何がな,いなかったら変かなっていうふうに考えてみてもいいかもしれないなんかこうね あのパートが分けれるアプリとかあるいは DTM とかやってる人いたらこれ何の音がなかったら成立しないだろうっていうふうに、まあ、やってみてほしいんだけれども多分ね低音楽器なんですよ太鼓で言うとはい集めました <laughs> 低い楽器ドラムで言うとキックってやつですねバスドラム、はいまあ、大太鼓っていうのはもう本当に昔からあっていろんな形をしているわけですし、まあ、国によっても微妙に違いますっていう感じはい でも基本構造は同じなんですよねだいいたでかくて深くて低いジェンベとか花ンとかっていうのは低い音も出るし更にこの中音こうレンジが広いっていう言い方をするんですがまあ低い。 まあ中音高音までいけるっていうところで利便性が高いっていうかアンサンブルに使えるキャパが広いっていうかはいだからまあ普及してるって言えるなーみたいなはい面白くないですかはいけどまあ土台っていう話で言うと実は低音楽器1個あればいけますはいでこのチョイスがセットバランスを決めると言っても過言ではないっていうかみんなここに悩むところですはい 私もねもねうずっと悩んでる <laughs>。ずっと悩んでる何使おうかなっていうの。この低い音を担当する楽器を。はい、で大型であればあるほどやっぱりその音量がでかいので、えっと、その編成人数にもよりますよね。例えば3人編成なのに超大型のグランカッサつって大太鼓を持ってってもそれはどうなのっていう話ではありますよ。うん、だからそのアンサンブルに対する音量バランス。 によってはもやっぱり選ぶものは変わるかなっていう感じ。